やられた。あいつらこれを狙ってやがったんだな。しかし道を塞がれたのは厄介だな。ああ、これじゃこの山を突っ切って進むのは無理だな。本当に他に道はないの？抜け道とか裏道は？だが道を通らなければなんとかなるかもしれないな。山の中を突っ切れば間に合うかもしれない。もちろん危険な道だから。俺は別に構わねえけどな。行くも行かねえもお前が決めろ。かなりきついと思うけどな。まあ決めるのはマリコだ。判断はお前に任せる。お前の旅だからな。道はきつくなるけど泣き言言うなよ。んだよ、山道か。たまにはそれもいいけどよ。分かった。お前の意思を尊重しよう。マリコさん、頑張りましょうね。はこの山を越えて聖地手前の村をまっすぐに目指せばいいってことか。そうなるな。そこから聖地までは道があるようだし、それにその村で一度休んだ方がいい。本当に大丈夫？少し休まなくていいの？無理をして明日動けなくなっても知らないぞ。頑張るのはいいけどよ、いつまで続くかね。あんまり意地張るなよ。無理すんなって言ってんだろ。マリコさん、焦る気持ちもわかるけど無理しないでね。本当に動けなくなるぞ。無理をしてもいいことはない。どっから落ちてきたんだ？上の方だって？これって、おい！立ち止まるな。先に進め。マリコ、捕まれ！マリコ、大丈夫か？雪が口に入った。巫女はウルキがうまく助け出したはずだ。ちっ、あの野郎、好き勝手に飛びやがって。上に登るのは難しいな。富手、地図を持っているか？こっから落ちたから時間がかかるって言ってた回り道にうまく落ちてきたみてえだな。道はあるがかなり回り道だな。ギリギリというところだろう。ってことはタキコたちと合流するためにも目的の村に急いだ方がいいな。2人なら山越えするつもりだろう。その方が早いし、いざとなればウルキが飛べる。そういうことだ。俺たちの方が遅れそうだし、出発するか。まあ本当なら七星子探しをしているはずだしな。それよかタキコの方も心配だな。こっちと違って雪もあったし。ああ、心配だよな。てか匠のことかよ。当たり前だろ。男の心配してどうするんだ。だが匠の場合はさらわれたというのが正しいからな。マリコの心配ももっともだ。意地っぱりで頑固だからいろいろと悩んでなきゃいいんだけどよ。あいつが巫女になろうって思い始めた原因は俺のおふくろにもあるしな。あるといえばあるな。それもあるんだけどよ、滝子の前で国の話をしねえでもらいたいんだ。巫女に変に里心を持たれては困るということなのだろう。まあな、今のこの国を救えるのは滝子だけかもしんねえし。そう気にするな。玄武の巫女の決意はそんなに崩れやすいものではない。さて、俺は周囲を見回ってこよう。富田はマリコを守っててくれ。なんだよ、俺らは留守番かよ。そりゃそうか。じゃ、行くか。だからお前は留守番だっての。いいからいいから、お前はここにいろって。なんだ、マリコか。おとなしくしてろって言ったろ。おい、勝手に歩き回るんじゃねえって。信用してくれんのは嬉しいけどよ、危ねえのは事実なんだ。夜の森を出歩くのは俺たちは慣れてるけどよ、正直危ねえんだよ。馬とかイノシシとか動物だったらまだいいんだけどよ、妖魔もうろうろしてることだってある。ああ、分かった分かった、お前にもできることがあるから。例えばよ、自分で決めたことをやり抜こうとすることじゃないかな。うまく言えねえけどな。だけどよ、今はその時じゃない。その時まで力を残しとけって。なんだって巫女に選ばれるやつらはこんな頑固なやつが多いんだ。なんでもねえよ、そろそろ引きつも戻ってきてんだろうし、俺らも戻るか。